ライツ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 ララライツララ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 ライアララライライアラライ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 はいこんばんは。 お元気ですか僕は眠いですでもご飯を食べちゃったから寝れませんということで頑張って起きていようかなと思っています皆さんもご飯を食べた後すぐ寝るのは やめましょうなぜかというと逆流性食道炎になってしまうからです気をつけてくださいどうもこんにちはよし やろうか書くよーポップポップコイとポップコイとご飯食べたんで元気元気ご飯食べたから眠くなっちゃうよねーでも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 そんなの関係ねいあ、そんなの関係ねいにはいはいはいっとポピはいっ こう。持った時の手。こう。うん。難しいな。持った時の手ってむずくねてか手ってむずくね誰だよ、手考えたやつ。もう手なんか書きたくないです。本当に。 本当に手なんて描きたくないです。ないです。でも書くしかないんです。ないんです。やっていきましょう。やっていきまーしょうまずちょっとね、修正したい部分がありまして、目の位置ですね。心なしかずらしたいんですよね。 心なしか歩調が速くなってゆく思い出消すためカントリーローテルミホーホムチュッチャペスアンジョベ

本当はゲームやりてんだけどさ絵も描きてからさゲームはいつでもできるけど絵描くのはいつでもできますよ、ね。遊戯王やめれないんだけど明日も仕事なのに遊戯王がやめられないんだって仕事をやめればいいんじゃないかじゃあ逆に <laughs> 簡単な話じゃん。 え遊戯王がやめられないなら仕事をやめればいい。遊戯王がやめられない言ってたぜ、あのー…あいつも。確かに。なんだっけ名前忘れちゃった。マリー・アントワネットは。いいマリー・アントワネットも言ってたよ。遊戯王がやめられないなら仕事を辞めればいいじゃない。言ってたね。言っ,た言ってた、言ってた。 だからいいんじゃねえかそれでアントワネットに従えむしろなんで仕事するんだってう話すべてはアントワネットのままにアントワネットの思うがままに アントトネットの言う通りにしようだって面白いことをさやるためにさ楽しいことをやるためにみんな働いてるわけでしょメインはやっぱ楽しいことをやるっていう働くために生きてるわけではない我ら人間は仕方なく働かなきゃいけないだけ だから働きたくなかったら働かないが吉です皆さん。そう思いませんか僕はそう思います。だから働いてません。よろしくお願いします。ただその分いっぱい絵を描かないといけないのに、全然描いてません。一日一枚描いていくぐらいの気持ちで絵を上げないといけない気もしますけど、全然やってません。許してください。ははははは そうなんだよな結局そっちなんだよな生きていくためにお金が必要なんですよね情緒が不安定メンヘラ絵描きルンルンルンルルル,ル,ル,ルン,ポンポンポンポポンポン,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 ポンそういう日もあります情緒が不安定になる日も あねでも俺もうあと3つ売っちゃった無理やり1個ひねり出してそれも全部売っちゃった2個あってその2つが交配して1個生まれたんだけどそれも売っちゃった金がね終わりだどうしようかな持つ時の手 <laughs> 写真撮るか自分の手え携帯がないじゃん どういっちゃったみんなおるのけどあったエキタブの裏に隠れてましたもう恥ずかしがり屋さんなんだからんちゅヘヘねみからテンションが高えよ <laughs> よしえどういう四角いものを持つときってどうやって持つんだろう こうかでも俺の顔撮るじゃんまたおじさんの顔やだなえカメラがないんだけどコイトちゃんの絵を描くのにおじさんの顔を撮るって一体どういうことなんだごめんなコイトちゃん こいつちゃんとおじさんは全然違う生き物だから安心してくれショック受けないでくれピエこれが私の元になった人なのピエってなるかもしれん。なるかもしれん。ちっちゃくなるだろうよし完璧 気はないわ自撮りの王になってる俺はなるほどねそうきたか量です手量ですわかりましたよでは別レイヤーに書いてあげようかそしたら まずこのほっぺたはかわいいので、むにゅってさせたくないほイトちゃんのほっぺたなんかむにゅってさせてなんぼみたいなとこあるからね。なぜかって言ったらかわいいからだ、ね、よ。ほいちゃんは。ほ <laughs> イトちゃんってかわいくないなんかさ、俺、知らなかったんだけどさ、結構なんていうの シャニのキャラのなんかその再生数あのこの間のダーツの動画のダーツじゃないダースかシャニダースシャニコラボの動画の再生数が結構キャラごとに違うらしくてそれでその人気のキャラが判別できるみたいな話を聞いたんだけどなんか俺なんだっけめぐるちゃんと 天ナちゃんとチョコちゃんが少ない少ないっていうかまあ冬子とるん誰だっけあれ徹いたっけ誰だっけあマドカか。冬子とマドカは多くて冬子とマドカが多いんだよね再生数が。で、るあじゃえー、チョコちゃんと天ナちゃんとめぐるちゃんが少なくて。マドカと冬以外どっこい そう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 少ないっていうかまあどっこいあそうなんだと思って結構びっくりした俺とかはさもうめちゃめちゃ俺の好きなキャラ3人とも。 その、まあ別に再生数が少ないっつっても。でもダブルスコアぐらいつけられてたからな、確か。あ、そうなんだと思って。世間では、世間のシャニーピーたちは、そうなんだと思って。マドカと、冬子なんだ。俺も嫌いじゃないけど。なんか王道じゃないのにな。王道じゃないのになって思っちゃって。なんか結構、 人間って王道キャラが好きみたいな案外そうでもないのかな俺だけかな王道キャラが好きなのって俺ってめちゃめちゃ王道キャラ好きだからさ オタクみんな逆張りだから。ねえ。オタクはひねくれてるからね。もうただ、もうシンプルに可愛いじゃん、もう。シンプルにめぐるちゃんとか、超可愛いのに。まあ、人気がないってわけじゃないんだろうけど。 冬子とかマドかとかなんだなっていう結構驚いたわそのその問題に関してはあこんなに差が出るんだって一つの動画撮っても動画の再生数撮っても面白いなっていうの 感じましたね皆さんは、誰が好きですかこうやって考えると追加戦士強いんだなっていうノクチルもしっかりストレイもしっかりで。 シャニマスのキャラは追加選手を強く見ているということなんじゃないでしょうか私はそう思っておりますゆえ応援していきたいですね初期キャラたちも 俺はむしろ初期キャラの方が好きなキャラ多いんで。まあ言うて俺もノクチル超好きだけど。なんならひなな、こいとちゃんの絵描いてるし。<laughs> 指長くね。マ、ま、ジやばくね。 うん、こんな感じかな俺の手を参考に書いてるとやっぱどうしてもさ太くなっちゃうのどうにかこうにか強制してやんねえと。 ふわ <laughs> 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 眠。でも、ラフというか、あれまで行きたいな、ラフ、ラフまで。で、今日、グレーのラフまで行って、明日、色塗って、完成の流れが一番美しいわけよ。 てか、ポップマスのさ、俺この、あんま、ポップマスやってないからさ、ポップマスの、何あれあんま知らなかったんだけどさ、衣装とか。めちゃめちゃみんなクソ可愛いね。やばい。ポップの衣装やばい。やっていないことを後悔するぐらいにはみんなクソ可愛いいよ。 ただパズルゲームが本当に苦手だから。ちょっとポップはできん。遠くから眺めておくよ。ポップは。ポップはーこれあれね。ドンキーコング64の。なんだっけあいつ。チャンキー、チャンキーの真似。ポップはーチャンキーがなんか、ジャンプ、ジャンプキックみたいなした時の声の真似です。ポップはー そっくりですねびっくりするほどにそっくりですねただ誰もピンときてないみたいですね。 わー俺のチャンキーのモノマネに残念ですねアホズラだよ。 ランキーかアホヅラってひどいですねなんでランキーと書いてアホヅラと読むのかその真相は 番丈カズーイ今スイッチオンライン金払えばできるよね。へえーそうなんだ。番丈とかずより通ってないんだよね。番丈カズーイ番丈カズーイーっていう曲があるっていうことは知ってるけど。 64オンラインに入ってる。えた、ー、だ64オンラインもやりたかったのにやってねえなー。<noise> 俺64って何のゲーム持ってたかなあれかな なんだ、スマブラとスーパーマリオ6十億くらいしか持ってないって気がする多分ゼルダとかはある程度大きくなってからやった気がするもんな当時持ってたのは。 いや、俺初めて手に入れたゲームソフトが、あ、でも、まあ、据え置きハードが多分、俺64だったと思うんだよな、初めて手に入れた。ファミ、スーファミとファミコン持ってたのは友達の家でやってたから、スーファミは持ってなくて、めっちゃ欲しかった当時、友達の家でスーファミやってて。 で、64は多分、だから64が初めてだと思うな。ハード的に。俺が初めて入手したハードは64な気がします。64だ。17歳だけど、スルーはしとく。<laughs> まあ、そういう過程もあるでしょ。17歳で。初めて触ったゲームが64という。 家庭も何かおかしなことでもありますゼルダも確かできるんじゃなかったっけゼルダできるんだっけ俺ゼルダいつも時岡昔やってた気がするけど毎回なんかここりこ国立小坂なんだっけあれここかかりこ村か。 かかりこ村出て、なんか、出るじゃんかかりこ村。あのー、あいつクリアして。で、かかりこ村出た後の壮大さんになんかやられてやめてる気がする。<laughs> 何この広いステージみたいな。こんなん無理だよみたいな感じで当時はやめてた気がする。 かどう言っていいか分かんなくてこんなのどうやってどうやってクリアするんだよみたいな <laughs> 思って何かやめてた気がするわちゃんと多分クリアしたことはない <laughs> ゼルダの伝説は一つも まあ時岡かかはできんだでも逆に。 よし、オッケー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 いや、やりてよ。やりてえんだけどさ、迷ってる。多分どいつかやるんじゃないかな。もうやってもいいけど。 面白いサクッと終わって楽しくなんかわかんない賛否両論って聞いてさあそうなんだと思ってまだやってない感じまあ多分あれだろうな賛否両論っつっても叩きてえやつがそんなこと言ってるだけで まあ天下のポケモンがねそんな変なゲームを出すやった後だとダイイパリメクできななくるからどっちちかかかゃ全ポケモンン集集めるとと収コプでも40時間うなマジでアルセウスやった後だとダイマリメイクできなくなるからどっちもやるなら順番がえておマジで何そのシステムどういうことアルセウスがすごすぎてダイパリメイクがしょぼく感じちゃうってこと俺でもダイパ世代のはずなんだけどさ全然思い入れないんだよねやる気がなくなる 俺ダイパーゴリゴリ世代なのゴリゴリ世代のはずなんだけど全然なんかダイパーあれなんだよね俺なんか思い入れないんだよねやっぱ俺思い入れあるのは金銀とか なんだよな。俺の友達は、いや、ダイパーマジでいい、思い入れあるわ、とか言ってたんだけど、あれおかしいなと思って。<laughs> なんで同世代なのに、同じ、違うポケモンが思い入れなんだろうと思って。っ俺はめっちゃダイパーあったもんな、とか言って。プラチナもやったいや、プラチナやってない。俺だから、ほんとダイパーは正直、触ったぐらい。覚えてない、ダイパー。マジで。プドスプはは割とニッチなポケモンンファン的には楽しめるけど、えー。 ルビサファーかなでもやっぱ一番の世代はいやあーやっぱり金銀かなでも金銀だとちょっと古すぎるのかな金銀ギリギリ一般ポケモントレーーナには、ギリギリ金銀金銀はでもちょっとさすがに古いか金銀ではないな金銀はめっちゃやってたけど 友達でゲームボーイカラー持っててさ俺ゲームボーイポケットだと金銀ってあのカラー専用じゃなくてもできたのよ当時ってさゲームボーイカラー専用機とあ専用カセットとゲームボーイカラーじゃなくてゲームボーイでもできるあのカセットが出てて金銀は別にあのカラー専用じゃなかったのよだから俺は元から持ってたゲームボーイポケットっていうあの変なちっちゃいゲームボーイでやってたんだけど 友達がカラーでやっててさカーっつってんーでおめえカラー持ってんだーって紫色のカラーなそれカラーじゃんっつってやってた覚えがあるわチェイド今でも覚えてるスーファミにゲーム映えさせたやつあったねあれすごいよなでも画期的だよな しかもなんか専用のソフトとかだとあれなんだよねなんか枠とか変わるんだよねそれがすごいわ枠、ね、うん <laughs> 色変えられるし あとなんか、あ、速度が速くなるのは違うっけあれはポケモンスタジアムだっけ俺ポケモンスタジアムでやってたわ、そういえば。ゲーム、知ってるみんな。ポケモンスタジアムで、あの、ゲーム、んなんだっけ ?64 のコントローラーの後ろにゲームボーイを指すなんか、アダプターみたいなのがあって。なんかね、こういう形の <laughs> アダプターがあって、 この,この後ろっ側にこうやってさせたのよ、ゲームボーイのソフトが。それで、なんか、ポケモンスタジアムで起動して、すると、できたんだよね。それでやってた覚えがある、俺。めっちゃ。接触量になってたっけ覚えてねえな、全然。なってたんだろうな、でも。なんかやっぱ、当時ってあんまりそういう、なんか、苦しくなかったよね、そういうのが。 ロいジュコンの下にカシャッとするやつでしょ。そう,そうそうそう、裏う裏側にコントローラーだけで、そこそこ重かったあれでめっちゃ俺やつ覚えがあるわ。 俺、スーファミ持ってなかったから、本当に。そのスーファミのゲームボーイするやつとか結構夢見てたけど。そのゲーム、キューブじゃねえや。あれでできるやつがあるって知ってから、もう、一生、やってたね、それで。でっかい画面で。

レンタルのみで裏までな、なに対戦ってことそんなガチでやってねえよ、俺。デリバードのやつあ、それデリ、<laughs> あれって <laughs>、キャラごとの BGM だったっけて <laughs> ッてれれれあれ、なんか、そんな気がしてきた <laughs>。なんか、ミニゲームごとの BGM な気がしてきた。でで。

クリアすると GB ポケモン3倍速でプレイできるの知らないので、ね、えそれすると3倍速でできるのじゃあ俺やったのかな覚えてないだけで俺だって3倍速でやってた覚えあるぜ知らないだけでやってたのかな もしかしたら覚えてないだけで、まあ、2000年前だからなそれやつさんはもう。 二千年前ってフレーズにとりあえずビビった。二千 <laughs> 年前だよね。二千年,年前だよ。だからまあ。俺とあのキリストってためなの。 だからそれぐらいちょうど2022年前メガネ外すそと。いつだっけ俺とキリストがマブでためなのオナチューなの一緒に夜の校舎まどらす壊して回ったんだよねキリストと ポケスタ好きならレジェンズ番外感が楽しいかも。うん？レジェンズ番外感？何番外感って？番外編的な。ああ。でポケスタ好きって言っても言うてあれやで。ミニゲームやで。 ポケストのミニゲームなんか全人類好きじゃんあれやって育たなかった人間いないじゃんこの世って義務教育だからさポケスタの最近の子供たちはやってないって考えるとかわいそうだよねポケスタのミニゲーム やらないで過ごしてきてるんだな。カイイイロスススとトトララククで出た嬉しいわかる。ストライクなんか強そう、見やすいんだよな。気持ちいい。なんかタイミング合わせづらいんだよな、あれだと。 カイロスは太くて嫌い切り合戦はあれだよねでもね。その頃からカイロスウルナのかええ、俺でもカイロスキャットなずっと今でも好きだし。 カイロスにメガ進化が来た時は泣いて喜んでしかも人権だった時代があってカイロスのメガ進化が強すぎて <laughs> カイロスよく頑張ったねーって泣きながら俺は世界を股にかけて旅してたそれぐらい興奮した でもストライクはまた進化増えたよなんかそうみたいねなんでストライクあんなに優遇されてんのおかしくないいるだろ絶対ストライク派が室内に車内に今回もストライク進化させてみたらいかがですか いいね、君採用絶対になってるわおかしいもんストライクだけ頻度かわいそうだと思わないんですかカイロスのこともたまには思い出してあげてください カカイイロロススでなないいけどカイロスっぽい岩が出るよジェンズん <laughs> だそれカイロス出せやてかマジでなんかカイロスあのあれが強すぎてメガ進化が強すぎて一気になんかあの時日の目を浴びたのにまた全く見なくなっちゃったねんてうかメガ進化とかさそのあたりが あと、なんかなかったっけ ?Z ストーン、Z 技か。とかは、あの、新作に持ってこられないっていうのが痛いよな。<laughs> あ、眠い。やば、今寝そうだった。よ今めっちゃ寝そうだった。危ねえ。寝ていいっすか。クソ寝みいや。おパピ はい、ポッポッピー。アクセスコード再録おめでとうありがとう。マジクソネミやべどうしよう。あ、アクセスコードトーカー俺売ったわ、前、そういえば。なんか雑に、なんか昔、当時出たときって高くなかったから、なんかめちゃめちゃクソ 雑魚扱いのカードゾーンにぶち込まれててなんか全部一回遊戯王なんかいらねえカードで売ろうと思って全部調べてた時になんかめっちゃ高くなっててええー、なんでこいつこんな高いの売ったよかった再録されたんだう売り続だよいしょ <laughs> うーん 眠いユーネちゃいなようんなんか肩幅狭いかなもうちょい。 もうちょい肩広くてもいいな最近楽しんでねマジで絵描くのがうまんな こういうい時にやっとかないとマジで俺また飽きるからさすぐ。飽きてないタイミングでやりたいのよね。 なななんかななんだろうななんかもっともっとできねえかな いいまち物足りない気がする <laughs> <laughs> アニバ近いのにメジロアルダンがかわいすぎてフフ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 フいフフフフフフ 今何時まだ45分かよえ、関ちゃんなんだ相沢さやさん。じゃあ、引こう。関係ね。<あ> <laughs> 俺とは日本パンデに、あれ連れてい,いだろなんか、Eats、e、とか。確か2月25日とかだよね。あと1ヶ月ぐらいあんじゃん。それは持ったわ。 20日ぐらい余裕じゃん6万だっけ天井20日でしょ1日3000円稼げばいいんだ超余裕じゃんウーバーイーツで1時間2時間ぐらい昼時2時間ぐらいあれば3000円ぐらい稼げんじゃねえかな今のウーバーイーツ知らねえからな俺の ウーバーイーツ、1年ぐらい前の情報だから。毎日昼時2時間ぐらい、2、3時間働いて、ウーバーイーツで。そしたら6万たまる。20日で。完璧、完璧ーああ、眠い、寝てた。 輝きを追いかけて。なんか肩幅広いかな、ちょ、っと分かんねえや、やっぱ寝るか。寝てから考えるか。明日はシャ更新だ。 分かんなくなってきちゃった何が正義で何が悪かがめっちゃ眠い忍耐 <laughs> で,でって別に俺興味あるのねーんだよなマスプラー スプラも別、ね、に俺やり込んでね人間だからなイナゴでちょっとやって。多分でっかい情報って、スプラぐらいでしょ。わかんないけど、それでは最後に、こちらの映像をご覧ください。ウロボロス・タカアシ。てん。まあ、カービィ 3D 映像、そうくらいじゃねカービィ 3D ってやるんだっけ ああ、寝てる。あぶね眠寝寝。寝ちゃう。目つぶったらすぐ寝ちゃう。なんでこんな目つぶったらすぐ寝ちゃうんだろう。一旦寝るわ。また起きたら続きかけます。 お気でみ。おやすみ。すみ <laughs> めちゃめちゃ自由。ねえみ、マジで。よく頑張ったわ。よく頑張った俺。これはいつねえらい、俺は。今日昨日の1時ぐらいからずっと起きてっからよ。えらい。毎日頑張ってて、めっちゃえらい えらいなわけよ。明日も昼から配信頼むわ明日も昼から配信できたらいいね。明日、昼からもう絵描き始めて夜に完成させるみたいな形でもいいよね。ほんとは Apex やりたかったんだけどね。ちょっとまあ起きたら Apex か絵描くか。あー、早起きして。昼配信楽しいから希望。昼配信って来んのかな、人。 来るんだったらやるけどやってみないと分かんねえよな。まあそれが一番いいよね。ただもう結構もう11時だからちょっと良くない。今が9時とかだったら全然その可能性あったけどまあ11時かって感じ。 じゃあまたのちゅッ